ワイルドベイコー。さあ皆さんこんばんは、11月12日火曜日夜10時となりました。佐藤敦のワイルドベイコー、今週も頑張ってまいりたいと思います。はい、2週目なんでランちゃんにご視聴いただいております。はいどうも、はいどうも軽っこんばんは。今日ですね、ランちゃんも仕事するんだっていう。どういうことですか、それは。ランちゃんのお仕事した証を今日は。あ、証が来てくれたんですね。そうなんですよ。ゲストの皆さんにお越しをいただいております。今日3名の皆さんにお越しをいただいております。はいはい、えっと自己紹介してもらいましょうかね。じゃあ、いやいや、えもう毎度おなじみとなりましたグランディードの糸谷さんと安子さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。グランディードのボーカル安子です。イエイイエイ。グランディードギターの糸谷です。よろしくお願いします。もう一方。そしてもう一方、名古屋のシンガーソングライター藤本亮です。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。あれ岐阜じゃないの。あまあ名古屋ということで近いですからね。まあいいよ、よく声張っていきましょう。声張っていきましょう。ボーカリストですか。今日はなぜにグランディーノのお二人とそして亮君が来ていただいているかというのはですね、後ほどちょっとたっぷりお届けをしたいなと思いますけれども、はいはいはい、まずはですね、先月、ティルトさんとブラインドマンさん、そうですね、行きましたね。あ、先月僕の週で、ティルトタケさんとブラインドマンまっちゃんに来ていただいて見に行きましたね。このワイドデイコーチーム3人で行きましたね。打ち上げは僕たちさんだけで、はい、天の声くんはとっとと帰りました。とっとと帰りました。女の家に行ってました。最低だな。最低だな、これはもうですね。ということで、10月の19日土曜日でしたね。L 名古屋の L サイズさんで行われたティルトさんとブラインドマンさんのツーマンライブでしたけれども、すごい数のお客さん入ってましたけど、いっぱい子でした。なんとですね、ライブ終わってから楽屋に突撃しましてそれぞれ携帯持ってコメント録音するためにコメントくれ、携帯かよっていうね。ということで、どちらの方々にもそうですね、コメントいただいておりますんで、はい、その時の模様をお届けしたいと思います。はい、どうぞ。ライブ終わったばかりのブラインドマンさんの楽屋にお邪魔しました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。生最高ね。ありがとうございます。先月はラジオにご出演もいただきまして、松井さんありがとうございました。ありがとうございました。1年前かな、今少しハートランドさんの方で見させていただいたんですけれども、僕久しぶりの2回目のライブでしたが、非常に楽しませていただきました。今日名古屋どうでしたか。いや、いつもね、来るたび思うんです、お客さんが熱くて非常にね。またティルトさんはね、名古屋にとっては方々にとってはちょっ と特別な意味を持つバンドだと思います。はい、こういう場にね、一緒に共演できたことは非常に光栄に思います。はい、まあ、そうですね、本当に2年越しにできたティルトとのカップリングツアー、まあ今日初日なんですけど、まだ大阪と、東京大阪、来月東京かで12月大阪とありますんで、これに足を締めた方はまた来てもらいたいですけどね。ちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。できれば私誰ですって言ってもらってもいいですかね。今更ですが、はいはいはい、ギターのリーダーの中村です。はい、はい、キーボードの松井です。はい、ボーカルの、はい、ボーカルのレイです。イエイ、今日はありがとうございました。はい、ベースの戸田です。ドラマの南俊です。ありがとうございました。すいません、お疲れのところ邪魔しましたけど、ありがとうございました。最後に佐藤敦のワイルドリコード皆さんに一言お願いしたいよろしいでしょうか。はい、では佐藤敦のワイルドリコード。それではティルトさんのライブが終わったばかりの楽屋裏にお邪魔をいたしました。皆さんお疲れ様です。今日ブラインドマンさんとね、始まりましたが、あと大阪と東京控えてますけども、ね、まずは今日名古屋どうでしたでしょうか。盛り上がったよ。いや、メンバーの紹介、ね、高めね。ボーカルのアメリカンチェイことアメチェです。イエーイ。ギター下手ギター大原です。ベースのレミです。よろしく。イエーイ。鑑定ギター待機でーす。
ドラムスの三井です。ということで改めて今日の名古屋どんな感じでしょうか。盛り上がったよ。本当に盛り上がった。楽しかった。ね、3本しかないんだけど、もう1本終わっちゃったんだよね。うん、ちょっと悲しいなって感じだけど、大阪と東京まだ残ってるのでみんな来いよ。イエー。ちょっとトラブりました。申し訳ないです。最後につきもんね。いいだね。それもまた一つの楽しみというか。そして、まあ、あと大阪は東京を残してますけれども、うん、またビシバシ頑張っていただきたいと思いますんで。来るでしょ。僕ですか。うん、行けるかな。行けるだろう。と言いつつ、あのライブアルバムもね控えてらっしゃるので、そうそうそう、またあのライブアルバムに引っ提げてですね。そうだね。ま、スタジオの方にも遊びに来ていただければと思いますね。楽しみにしております。はい、すいません、お疲れのところ邪魔いたします。最後にいつもの一言お願いしたいんですけども、佐藤敦のと申し上げますね、皆さんでワイルドで行こうと言ってもらってよろしいでしょうか。OK。いいですか。佐藤敦のワイルドで行こう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。高炭酸なノンアルが止まらない、アサヒドライゼロスパーク、アウトドアにスポーツの後にいろんな飲みたい瞬間に、ペットボトル入りノンアルコール、アサヒドライゼロスパーク。長者町第にまず。さあということをブラインドマンさん聞いていただきましたけども、どうでしたか。かっこよかったですね、さっきの曲。あのジャムかっこよかったですね。急にりょうくん、りょうくん急に来ましたね。もうしゃべろう、はい、ます。いいことでございます。はい、よろしくお願いします。うん、ここから終わるまでりょうくん一人でも大丈夫。いや、うん、俺たちねもう4人全員黙ってるからね。いじめか。4人ずっと黙ってるっていう。まあでもひょっとしたらあのティルトさんメンバー勢揃いで来月ランちゃんの週に。はい、なんか一応なんか言ってないですか。ライブアルバムを年末に出されると、はいはい、それのまたプロモーションで一応僕は武さんにメンバー全員で来てくださいと一応お願いはしています。一応皆さん行くとおっしゃってましたよね。行くとは、はい、よ行くわ行くわとは言ってましたけど行くわ行くわって、きっと本当かどうか分かんない。きっとこの場が初のエアの場になるんじゃないかなと。そうですね、いうのを楽しみにしながら、はい、またティートファンの皆さんもね、ここで初めて音源として聴ける可能性もありますんで、なんか武さん半分準レギュラーみたいになってるんですけど、あの前なんかね、なってますね、毎月なくて1ヶ月おきぐらいにしてる気がしなくてもないんですけど、ティルトさんのライブに行くと、あっちゃんどこ行ったとか言ってステージ上から名前呼ばれて、呼ばれますね。僕が準レギュラーを務めている、はい、なるほど、うん、自分で言ってるもんね武さん、俺も半分準レギュラーだからとか言ってるんでライブ中に、というぐらいあのご好意にしていただいてます、はい、本当に来月ありがとうございます。待ってます。皆さんで来られるかもしれないんでお楽しみ。武さん待ってますよ。聞いてるかな。聞いてないな多分来月もお楽しみにということで、はい、さて本日のいやいや勢いよかったけどもう急におとなしくなったな、はい、どうしちゃったの、うん、初めだけよろしくお願いします、はい、誰だっけ。藤本亮です。あ、はい、よろしくお願いします。亮くん、イエイ。今日じゃあまずあの、はい、なぜに藤本亮君がここに、はい、そして、イトヤン、はい、イトヤンさんと安子さん含めたグランディードの2人がなぜにここ に、はい、そしてまたランちゃんの週になぜにランさんの週にということを、はい、亮君の方からありがとうございます。あのグランディードさんも僕はもう2年ぐらいですかね、はい、もう前からライブにある時はもう行ける時はもうほぼ行かせていただいてて、ありがとうございます。りょうくんはグランディドファンだな。そうですね、ファンです、ファンです。 T シャツも持ってますし。そうだね、あ、そうそう、ありがとうございます、はい、これはこれピックの
それはバクちゃんは今度買います。はい、1500円もするんだよ。はい、頑張って買います。買っちゃいました、この間。ありがとうございます、厚石さん。かっこいいですね。はい、で、あの、そうですね、先週の10月25日に、はい、あの、初めて の、 あのバンドでワンマンライブを、やらせていただいて、その時に CD を、出したんですけども、はい、あの、トーヤンさんが、アレンジギターしてくださって、そして、今日来て、あ、今日来ていただいて、逆にいいですから、逆だから、そうそう、りょうくんが来てるわけだから、りょうくんの番組、りょうくんの番組、りょうくん、読みたらいただいて、あれだ、りょうくん、藤間トレオのワイルドに申し訳ございません。そこから行こう、今びっくりしたわ。そこから行こう、そこから行こう、藤本、一回やってみよう、藤間トレオの、元気よく、藤間トレオのワイルドで行こう。いやー、今日は、いや、今もうね、今ね、あの、ワイルドで行こうってみんなで入りたかったけど入りづらかった。そうそうそう、もうちょっと勢いつけて、うん、藤本亮の、あ、違う藤本亮のぐらい、藤本亮のワイルドで行こう。いやー、気持ちいいっす。ありがとうございます。いや、亮君今ね、淳さんもランさんもやっちゃん、もうスタジオ中がびっくりしましたね。今日お越しのランさん、お越しのランさん、どうもすいません。さすがですりょう、びっくりしました。いいですいいです、ここからあの11時までりょうくんの番組続けてください。黙っちゃいそうですけど、あのランさんがドラムでレコーディングライブにも参加してくださって、今日呼んでいたら来ました。今日呼んでもらいました。すいませんどうも、すいませんどうも。じゃあランちゃんにくっついてきたのが俺と、そういうことです。そういうことです。今日はりょうくんの番組なんで、そう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 、あつしさんの番組で、はい、呼んでいただいてありがとうございます。はいはい、りょうくんどんどん声がねえ、整理するとレコードを出されたということですね。はい、CD を出しました。おめでとうございます。レコード、はい、レコ初ライブって言わない、レコ初、レコ初ね、レコ初、確かに、ほだね、未だにレコ初っていうんだね。レコ初ライブをされたわけだよね。レコードのレコなんですね。え、知らないの。知らなかったです。そうですよ、さすが平成生まれ。はい、昭和ですよ僕。あ、本当、はい、昭和生まれなんだ。ギリギリの、あ、ギリギリね。あ、っていうか、っていうことは、あの、自己紹介が足りなかったってこと。あ、すいません、おめでとう。よし、ちょっとごめん、じゃあ、 あの整理するのをもといで、うん、自己紹介からもう一回行こう。はい、行きましょう。はい、昭和63年生まれ。はい、名古屋のシンガーソングライターです。うん、よろしくお願いします。いやいやいや、なんか昭和63年生まれってさ、なんか俺ちょっとアイドルのバックバンドとかやってるんじゃない？みんな、はい、あの、平成何年生まれ、中学校2年生、誰々ですとか言うんだわ。うん、はい、それに似てた。ああ、よかったです。うん、いや、イメージから青のとか言わなきゃダメだよ。そうそうそう、うん、青色担当ですとか言わなきゃダメだよ。青色担当とかそれ言わなきゃダメだよ。青色で、青色担当、昭和63年生まれ、青色担当、藤本亮さんだそうです。はいはい、すいません、止まっちゃったじゃん。止まっちゃったじゃん。今日はあの音源を流してくださったあの、なんかまた特に詰まったらまたまた、はい、あ、まだ早いですか。全然紹介もしてないし、あのアルバムとか、ね、アルバムを出したわけだね。アルバムも、はい、発売日は、発売日は10月25日、10月25日、初ライブだった日、バンドのバンドでは、はい、初めてのライブだった日が、うん、そうですね。どちらでライブをされたんですか。ハートランドさんです、栄のハートランドさんで、はい。アルバムタイトルは、アルバムタイトルは You Are The One という、お前がナンバーワン。これは、あ、お前だけか。まあそれは君だけに。あ、いろんな解釈。まあいろんな解釈はあるんですけど、まあ僕はそれは君だよっていう解釈で、あ、それこのタイトルにしましたね。それが君だ。それは君だ。うん、もうこの曲は、うん、はい。まあそれでこのあのアルバム自体全部のあの曲が、イトヤンさんがアレンジしてくださって、ほう、はい、もう初めにデモ音源をあのアコギ1本で渡したんですけども、はい、はい、だいぶ最初ね、あの、はい、りょうくんからいただいた音源がアレンジしてくださいって届いたのが、弾き語りの音源が届くわけですよ、はい、うん、もうね、で、まあ、りょうくんの方からですね、いろいろとこういうようなイメージの曲にアレンジしてくださいとかリクエストが来ましたけれども、はい、かなり悩みましたよ、はい、どうですか、りょうくん、 いい仕上がりに。そう、僕涙流しちゃって聞いた時に伊藤さんの最初、はい、レコーディングに入る前に、はい、あの
デモの段階では全部僕一人で作ってるんですよ。ドラム打ち込んでベースは自分で弾いて、あ、今回のアルバム、はい、はい、でギターも自分で弾いて、でそれをりょうくんにまずデモを聞いてもらったんですけど、あの聞いてる時に涙流してくれましてね、もう本当アレンジした僕的にもアレンジャー冥利に尽きるなって、本当ですか。いや本当です、本当です。ちょっと何眠たくてあくびが出ちゃったから今のうちに言っといてください。それがダメすぎて泣いちゃったとか悲しい感じ。そんなことないですよ。悲しまった糸谷に頼むんじゃないかったみたいな。その涙か、りょうくん。そうか、うん、俺感動しちゃったのに。りょうくんの涙見て、本当いや本当に嬉しかったです。最高のアレンジしていただけてありがとうございます、はい、こちらこそ。そうですね、それと初めにメンバーさんを何人か伊藤屋さんが集めてくださったんですけど、レコーディングのメンバー、レコーディングのメンバーさんですね、はいはい。まあ、ランさんは僕飲みの場で何とかお会いしたことはあったんですけども、僕全然覚えてないからね。そうです、いつもこんにちはっていう挨拶をして、うん、あ、こんにちは誰みたいな感じで、うん、な感じだったんですけども、まあすごい飲んでる席で僕1年以上前にランさんの隣になった時に、ランさんいつか叩いてくださいっていう、僕ランさん覚えてないと思うんですけど、隣になったの、隣でなったんですよ。そう、あ、すいません全然覚えてません、はい、そういう話をしてたんです僕で、その時にCD を渡ししてて、いつか叩いてくださいって言ってたんですけど、まあ、イテナさんからドラムがランスさんですっていう、はい、聞いた時にもうすごい嬉しくて、なんかあの時言ったのが叶ったというか、実現したみたいな。聞きました、聞きました。いや、これランちゃんを持ち上げる必要ないですか。いや、だめ、俺だって今日ゲストなんで呼ばれたんだ、はい、いやいや持ち上げなきゃ、ゲストは。そうか。持ち上げなきゃ、うん、そうです、そういうこと、そういうことなんです。そういうことです、はい、そういうことなんです。大丈夫でしたかその後。どういうことじゃねそれ。いや、うん、最高でしたね、うん、はい、よかったねランちゃん、はい、もうやるときはやることなんで、やればできることなんで、なかなか俺に伝わらなくて申し訳ない。伝わってるはずなんだけどな。伝わってるはずなんだけどな。あかんな。努力が足りませんね。頑張ります。で、どうし、ま、曲の方を。じゃあ早速ね、曲聴いてもらいましょうかね。聴いてもらった方がいいんじゃない？そうですね。うん、ま、今回のアルバムの、はい、1曲目に入ってる曲を流していただきたいんですけども、ランさんのドラムもめちゃくちゃかっこよくて、かっこいいね、自分で言うのもなんだけど、はい、伊藤さんのギターももうバーンっていう、ブワーンとかブーンとか、りょうくんミュージシャンですよね。はい、ブワーンとかブワーンと、はい、どこどこと、どこどこ、すごいかっこいい曲に、はい、していただけたので聴いてもらいたいなと思います。曲名言わないと。藤本亮で No Home。
この悲しみ胸が痛む見知らぬ大都会空の下地下鉄のベルの音失うものも何一つない街角で一人思いにも抱えて笑えばいいさ今に見てよ めちゃめちゃかっこいいっす。いやいやかっこいいですね。自分でかっこいいね。いいいい。小池さんありがとうございます。ランさんドラムの音かっこいいですね。当たり前じゃないですか。さすがです。当たり前じゃないですか。今のところはそれを言うならギターソロでしょ今のって言わない。それを言うならギターソロでしょ。でしょ。入りかっこよくなったらかっこいいですか。でいいですか。でいいですか。なんやここ。まあ、あつしさん俺は見逃さなかったですよ。そのギターソロ入った瞬間ビクッてなったのが、うん、この出だしいいんじゃないかみたいな。よかったですよかったです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっとゲストを持ち上げないとね、はい、まあこの声あってですから、はい、リョークの声あって、リョークの声ですよね、ありがとうございます。曲がいいからですよやっぱり。リョークが作った曲だいぶアレンジ変えていただきましたけど、アレンジではやっぱりギター一本で、うん、やってきてたんですね。そうですね。この曲テンポがものすごく、うん、ゆっくりだったんですよ最初は、うん、ね、そうですね、うん、かなり上げましたんでね。どんな時に、まあ、それぞれ曲によって違うかもしれないですけど、どんな時にいつも曲を。そうですね、最近は海が多いですね。一人で海に行ってギター持ってえ行ったり。恥ずかしくないですか。結構ダメになっちゃわない大丈夫しようか。結構恥ずかしいですよ船待ってる時とか。それってさ、イメージをよくしようと思って実は行ってないけど、はい、そうやって行ってるとか。いや、そういうわけ本当に行ってますよ。本当に行ってるの。本当に行きましたよ。で、いつの間にか電車の時間が忘れちゃって帰れなくなって、それ俺がそれすみません僕です。ノーホームっていう。うまい、さすがです。あつしさんさすが、さすが。そう、これ俺の歌じゃん。はい、ノーホーム。ノーホーム。そうです。俺の歌かよ、うん。だそうです。いいんですか、そんな終わりで。そんな終わりで大丈夫です。多分。だからね、りょうくん、これ CD はどうすれば買えるんだっけ。はい、今はもう自分だけで売ってますので、はい、基本的にはもうホームページがあるので、名前検索か、SNS で直接ですね、メッセージで、欲しいですと。いただければ直接両方で検索したらいろいろ出てくるかな。そうですね、はい、よろしくお願いします。直接でか、いいですよ、ライブで。あ、ライブハウスね、はい、そう。あとライブの告知もあ、そうですね、はい、今年は今あるのは1本しかないんですけども、11月22日、今来10月ですね、10月11月でした。10月ですよ。いい夫婦の日ね。いい夫婦の日。金曜日、ムーンストーンさん、栄にあるムーンストーンさんで、ライブを、スリーマンをやらせていただきます。出演者は瀬野健さん、さつきさんと、藤本亮の僕で、3人で、ライブをやりますんで来てほしいです。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。俺と糸谷は出番ないだね。そうですね、一、ね、人で頑張ります。気がかり、はい、あ、でも音源はあれ流れるの、そのあ、ちょっとそうですね、や、初の試みでちょっと弾き語りもありかもしれないですけども、オケもありオケもありの
そのオケは俺たちの取ったオケです。はい、生音で。あ、じゃあそれお金もらわないからね。やるたびにですか。一回やるたびに。そういうことです。いくらですか。やるたびに。さっきの YouTube の話じゃないけど、はい、5円ぐらい。5円ぐらい。安っ。ということで11月22日金曜日ですね、はい、6時半会場で7時スタートなので、はい、まあ、お仕事終わってからでも十分間に合うかなという時間ですね、はい、2500円握りしめて、はい、境4丁目の料理も美味しいので、料理が出る、はい、ライブ終わってから打ち上げみたいなのがあるみたいなので、その場でアフターパーティーもされるということで、はいはい、ぜひ楽しみに。そしてリオ君とさらに仲良くなって応援してあげてもらえたらなと。そうそう、ハートランドさん、僕もお邪魔しましたけど、ありがとうございました。あの時なんですか、親衛隊みたいな感じで背中に R って書いた、うん、僕も初めてライブやらせていただいたんで、リオ君の場で僕詳しくないです。来てる人いましたよね。はい、リオ君の。そうですね、あれも僕が作ったわけではなく、お客さんが作ってくださってて、勝手に、はい、勝手に嬉しいですよ、これが。これがでも嬉しいんですよ。知らないうちに、勝手に。つまり、よくが頼んで、よくが頼んで公式に作らせたものではなくて、ファンの方が自らご好意、ご好意、デザインして、デザインしてくださって、いろんな色があったり。これ、それ、何、あれも買えるの？ライブ会場で。あれは分かんないです。売ってないで、売ってないので、売ってないですね。もう本当に、勝手に作ったからね。いや、本当ありがたいですよ、本当に。ってことは他のファンの方がまたご好意で別のものを作ってもいいということですね。はい、そうですね。はい。まあ、そのままの値段で多分売ってくださっているので、作ってくださった方が、あ、売ってるんで、はい、やっぱりどっかでは。その T シャツ代で配っていただけてるっていう。なるほど、はい、であれ私も欲しいと思ったら物販コーナー行ってもないので、来てる人捕まえて私も欲しいんだけど言わなきゃいけないです、はい、そうなんですね。誰に注文すればいいですかって会場で聞けばいい。来てる人、来てる人、これどこで手に入れたんですか。いや、本当嬉しかったです、ね。はい、だってりょうくんのファンの方々ってものすごくあったかくて、はい、まあ、あつしさんもそうでしょうし、ランさんもやっちゃんも、僕たちそのライブやるときってやっぱり来てくださる方、はい、あとは応援してくださる、ね、方々のおかげで活動できてるじゃないですか、はいはい、だから僕たちもいろんな方と出会ってますけど、久しぶりにりょうくんのファンの方々ってあったかいなって僕正直感動しましてね、うんうん、はい、すごいですよね。本当泣いちゃいました。なんで、うん、まあ、泣くのは本当に良くないですけど、うん、はい、すごくりょうくんファンの方々は結束が強くてですね、うんうん、素晴らしいですね。本当にありがたいですね、うん、はい、感動しましたよ。確かにレコ初ライブ、まあ、初めてのライブ、バンドとしてのというような場所だったと思うんですけど、はいはい、先ほど言ったそのご好意で作っていただいた、はい、背中に背負っていただいた、はい、R の赤い文字も、はい、あ、文字は白か、赤いジャンパーに白い文字で R って書いた、はい、あれ一人二人じゃなかったですかね、来てた人。大丈夫、電池が切れちゃう。電池が切れちゃう。勝手に作った人がいっぱいおるってことだよね。勝手にが嬉しいんですね。だからまだ在庫はあるってことだ、まだあるかもしれないです、ね、大量に配布しようと思って作ってらっしゃるわけだから、その人たちは、うん、はい、もっともっと増やしたいです。会場で声かけてよ。そういうことですね、うん、じゃあ今度会ったら声かけて、はい、勝手に作ったやつくださいと。くれるかもしれない。くれるかもしれない。すいませんでした、本当勝手にって言ってすいませんでした。はい、おもろ、はい、はい、ということで、じゃあもう一曲、あれですね、言っときましょうか。はい、はい、よくもう一曲、あ、はい、はい、次よりの曲は2曲目に入ってる、うん、ブルーチンズブルース。お気に入りのブルー
and roll。 金曜の夜はあの子に会いに行くのさ、最高の夜にしてみせるから、俺についてこいよ。ブルージーンズブルース今夜はあの子と、汗ばんだ部屋、タバコをふかす夢の水着だ、一人きりウイスキーコーク、お気に入りのヴィンテージギター、かき鳴らしてもドライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。長者町第二まず。さあ CM 明け、りょうくんにお願いしようと思ったら下向いてるので触れませんでした。今日だってね、今ジングルで佐藤敦のワイルドで行こうって言ってますが、今日はあれだよ、藤本亮のワイルドで行こう。違います。ってなったんだけど、すいません、もう何、もう全あの使い、はい、使い切った。はい、もうフルパワーで元気がなくなってきてる。下向いてましたね。ここからは後半グランディードさんにお話をしたいと思うんで、はい、寝てていいよ。いやリョウ君の方からグランディードのお二人にこういろいろ話を振らないと、話を振ってもらえたら面白いかなと、はい、うん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。グランディードさん、グランディードです。はい、改めまして、グランディードボーカルのボーカルやすこです。イエーイ。ギターの糸やんです。よろしくお願いします。
ドラムランです。イエーイ。佐藤アトシです。俺ベーシストじゃない。ねえやっちゃん、うん、面白かったですね。ねえりょうくんもうずるいね。なんかねこの天然天然ではないっす。天然天然でもなんか学生の頃のあだ名なんだった。天然水でしょ。天然水。やっぱ天然なんだと思いますよ多分。そうよ、ちっちゃい頃から、はい、きっとねファンのお姉様方からしたら可愛くて可愛くてしょうがない。そうですよね。そうだろうな。うん、そういうオチなんですねこれは。これねラジオだけで聞いていただいてる方には、うん、まあラジオなんでね映像わかりませんけど、ぜひちょっと検索していただいて、伊藤園がどんなんか、やす子さんがどんなんかとともにですね、りょうくんってどんな子みたいなのをちょっと検索してもらうと一気にね今日あれですよ、りょうくん検索数がバーンって、はいはい、跳ね上がる。そうする2番目に藤本亮天然って検索ワードが、ね、画像が出てくる。逆に天然って打ったら藤本亮って出てくる。それすごいですね。それすごい、それになったらすごい。そしたら次のアルバムの1曲目は天然。天然天然天然すぎ天然すぎ曲が。もう僕の話は大丈夫です。やっちゃん、おいよ、あの今回は、うん、お知らせはどうですか。お知らせ、いきなりお知らせですか。いやいや、いいじゃないですか、いいじゃないですか、うん、もう散々ラウは多分ねすごい予定でこなしてらっしゃるので、そうなんです。どれだけ告知できるかっていう感じですけど、なんかライブばっかりやってるね、グランディードさんは。そんなグランディードさんが初めて開催することがあると。そうなんですよ、はい、ね、今度の12月の1日にですね、はい、初のファンミーティングを、先ほども今度ね、りょうくんがやるって言ってたライブハウスですけどね、はい、堺のムーンストーンで、はい、12月1日夕方5時半オープン、6時スタートですよね。そうですね、はい、17時半オープン、うん、18時スタート、うん、ミーティングするの。そう、そうそう、いろいろ打ち合わせがあるの。打ち合わせするの、うん、ファンとね、ファンの今後の活動はどうしよう、来年はどうしようグランディードはっていう、そういうことをミーティングするんですね。そうそう、そんな、待ってもそんな感じ、うん、それなのにお金取るの。そうですよ。ああそうなんだ、うん、会議代、会議代、会議代、場所代だ。ああ大変ですね、いろいろ。でも飲み放題なんでしょ。ああそれはいいかも。え、飲み放題なんですか。そうなんですよ、あの、うん、ねえやっちゃん、ライブあり、あとグランディード毎週月曜日にですねショールーム生配信してますけれども、はいはいはい、グランディードのスッスッスのスっていうのをやってますけどね、はい、そちらもね、あのやっちゃん配信しつつ、生配信、そうそう、ライブ中に配信する、配信をして、うんうん、でゲームもあり、うん、そうグランディードの曲を作って使って遊んでみようかなと思って、ファンの人たちと。で使う、うん、いろいろあるんですよ。そう、あの曲の間にセリフが入ってる曲とかあるんですけどね、うん、それをいろいろ変えたりとか、そうそう、うん、モノマネしたりとか、モノマネしたり、またねそれがね、あの毎週生配信してるんですけどね、うん、まあこの私糸谷のモノマネのクオリティの低さがですね、ねえどうしましょう、やっちゃう、低すぎて逆に面白いみたいな風になっちゃって、糸谷、うん、の冷蔵庫ですわ。やりますかやりますか。その振りはやれって言ってくれっていうことです ね今のその、はい、そのことはなんで固まるんですかね伊藤先生。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。これわかります。解説お願いします。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。え、今は今モノマネされたんですか。したつもりでございますけれども私、朝わかる今の。わかりません、全然わかりません。答えをじゃあやっちゃん言ってくださいよ。これはえなりくんじゃないですか。全然わかんないし、えなりかずきさんじゃないですか。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。そんな風に言ってないの。あ、今ね、でもオペレーターさんが必ず一人クスって笑う人がいらっしゃるからもう調子乗っちゃうんです、うん、そうこんなん出ましたけど、あ、なんかそれはこれ似てるでしょ、これ似てるでしょ。それはね、分かった気がする。でも名前出てこないでしょ。名前出てこない。泉厚野さん。え、そんな名前。そうなんです。そんな名前なの。そんな名前なんだ。そうなんでございます。まだご存命ですか。そんなことない。どうなんでしょう。本当に出てこないっていうね。うん、ちょっとわかんない。この間だって名前すらね、うん、頑張って検索して、あ、そうだって言って、うん、昔テレビでよくみんなやってましたよね、うん、そうそう、知らないでしょ、りょうくん。はい、泉ピン子さん。言うと思った。言うと思った、ね、うん、言うと思った。今は僕でも、そのりょうくんが何言うかは分かっちゃった。分かっちゃった、うん、うん、はい、そうそうそう。
まあ、ね、アツシさん、はい、ランさんこういうのを間に入れてるんですよ。激ですか。もうね、若干一面だい。すいません、すいません。事故です。事故です。ある種放送事故ですわ、これ。続きがないんですか、元気があれば。元気があれば何でもできる。でしょ。元気ですか。これ、あつさん止めなくて大丈夫ですか。止めなくて大丈夫ですか、これ。これ、やばいです。曲かけるより、こっちの方がいいんだろうな。曲かけるよりは、似てます。うん、ルーらしい。まあ、こんな感じでショールームいつもやってるんですけど、はい、そういう、はい、その配信も踏まえつつ、私たちの曲使って、はい、ゲームというか、はい、みんなで、ちょっとエアギターだったりとか、逆に、イトヤンがのギターじゃなくてね、そのファンの人というか、イトヤンの生徒がギター弾くかもしれない。はい、そういうファンミーティングで、そうです、そうです。で逆にイトヤンが弾いて私は歌わなくて誰かファンの人にこう、はい、我こそはと一緒に歌ってもらうとかね。どうですか、アツシさん歌ってくださいよ。歌えないでしょ。ランさんだったら歌いますよ。ランさんグランディードの曲よく歌ってるじゃないですか。少しだけ歌ってみてください。明日は雨でしょ。歌詞が、うん、かわいい。それ大好きなんです。やっちゃん今の真似してください。めちゃうまいんですよ。明日は雨でしょ。いやいや、うますぎる。グランディーノのやっちゃんの真似をしてる俺の真似。そうそうそう、そういうことね、うん、ありがとうございます。いや時間なくなっちゃうんで曲を歌った方がいいと思いますか。曲を時間なくなっちゃうんで、はい、うん、それでは聴いてください。グランディーノで、うん、マイヒストリー。暗闇でしょ。ランさんうまいね。もう一回お願いします。暗闇からのもう一曲の明日は雨でしょ。最高。ありがとうございます。本当ありがとうございます。ねえ、もうランさん実はさ、うん、グランディード好きでしょ。ま、好きでしょ。きっと好きでしょ。うん、まあまあ。大丈夫。ちょ大丈夫今の。作曲者だけど。それ俺の真似だよね。きっと好きでしょ。俺の真似でしょ。そうそうそう。ランさんも。はい次、はい次行きましょう。大丈夫。次です。ライブの予定ですか。そう、はい、一番大事というか、そのファンミーティングが、うん、今12月1日ね。はい、12月1日、はい、どこだっけ、どこでしたっけ。栄ムーンストーンです。ンはい、はい、よろしくお願いします。今月はですね、明日明後日、はいはい、ドリームキューブさんで、はい、私のお誕生日前夜祭、はい、4日前ですけどね。もうそんな誕生日のね、何日も前から楽しみな年齢ではないんですが。え、62回目の誕生日。え、もう何でもいいわ、もう何でもいいから。何でもいいけど、やっちゃんさ、今さ言ってくれたさ、うん、その、ファンミーティングとさ、うん、次のバースで、うん、りょうくんって両方来てくれるよね。そう、両方行くんですよ僕。ありがとうございます。あさってのバースデーライブと12月1日の、うん、ファンミーティング、うん、僕、うん、あの T シャツ持ってるんで、うん、両方行くんですよ、うん、両だけに。うわー、来た来たね。ネタか。これ両だけにね、ネタか。両だけに両方来てくれる、ね、ちょっとバースデーライブどこで。これアツシさんが、アツシさんが教えてくれたんですけど、ね、バースデーライブどこでやるんですか。時間がなくなってきたらね、もう紛れ紛れ、はい、ドリームキューブさんでやります。はい、あとはですね、日曜日その、うん、後ですね、私の地元知立の知恵北というイベント、はい、それもまたツイッターとかフェイスブック等々で細かいこと書いてあり載せますので検索してください。で1日ファンミーティングでございます。はい、はい、あと年内まだバンバン大阪とか京都とかちょっと決まっておりますので、うん、大阪ね、大阪3年ぶりですよ、はい、3年ぶりの大阪行きます。え、そんな行ってないですか。はい、はい、なんか全国そこら中でグランディードさんやってる感じがしますけど、大阪はどこですか、やっちゃん。大阪は11月20日、はい、11月20日、はい、リョークの映っちゃった。11月20日、心斎橋コーダというライブハウス、はい、私たちも、ね、初めてのところなんでドキドキですけど、うん、ね、はい、大阪までので、うん、はい、グランディードはコーダっていうライブをしますから頑張ってください、はい、師匠の冷蔵庫プリをちゃんと覚えるんじゃくん。はい、はい、じゃ曲をちょっと明日ね
曲は流さなくていいですか、もう流さなくていいですか、曲流しますか、流しますか、はい、もうやっちゃんあれですか、もう言い残したことはないですか。いやもうりょうくんでお腹いっぱいになっちゃうけど、いやいや、じゃあ、実はあと1曲ずつおかけするはずだったんですけど、もう時間ない、もうあんまり時間ないのでじゃんけんしていただいてどっちかの曲を聴きながらお別れということで、グランディードさん、いや新譜発売ですからね、りょうくん、りょうくんの曲いきましょう。だってこれ今アビシャスを流してもらいたいですね僕は決めてください、アビシャスで。あ、じゃあいいよ、タイトル中に言って、はい、タイトル言って、かっこよく言ってください。あとね、でもね、1分30秒は喋れるよ。あ、そうなんですか、うん、56分、あ、もうすぐね、1分10秒、ほら、1分10秒になっちゃったじゃん、うん、ね、貴重な時間ですから、もう、はい、りょうくん喋っときましょうよ、せっかくです。いい夫婦にどちらでライブでしたっけ、栄ムーンストーンさんで。いやいや、声張らないですよ、これ聞いてください。はい、でグランドリードさんは12月の1日栄ムーンストーンさんで、はい、やりますので、グランドリードファンミーティングボリューム1。今何だけど、まあね、それも思いついちゃった僕両方行きます、うん、ありがとうございます。なんでだけ、なんで両だけに、あ、素晴らしい2回やりました、素晴らしい、素晴らしい2回やりました、ノルマ達成ですね、うん、今日2回やりました僕、うん、どうですか、佐藤敦史のワイルドで行こうって言って番組締めるんですよ、はい、今日それやめたい、いやいやいや、あ、藤本亮のもちろんで本当にそれを言ってくださいね。いや本当ですか、本当ですよ、あともう本当に終わったんで、もう20秒後ぐらいに藤本亮のったら僕たちがワイルドで行こうって言いますね。あ、じゃあそうですね、元気に言ってください、うん、そのファイナルタイトルコールとともに、うん、藤本亮君の君を歌うをかけながら、うん、皆さんとお別れをしたいと思いますけど、お願いします。いいですか、またカタクナにアンビシャスよろしいですか、じゃあグランディードさんのアンビシャスを聞きながら今日はお別れをしましょう、はい、いいんですか、はい、僕の、いいですかいいですよ、というところでファイナルコールをお願いします、タイトルコールを、はい、グランディードさんで、違う違うって自分の番組タイトル、番組タイトル、ささ違う違う違う、夫婦の藤本亮のワイルドで行こう、さよなら。